星川かな子先生のハッピーデリレシピ。皆さんこんにちは、西口まみです。星川かな子です。先生、前回のシリーズで教えていただいたカジュアルフレンチの生ハムタイで作ってみましたよ。本当ですか、すごい、はい、大きなサイズのタイで作ったんですけど、すごく美味しくお店の味みたいに仕上がりました。本当ですか。なかなかお魚で生ハムって ねないと思うんですけど、初めて作ったんですけどね、先生にちょっとお裾分けしていただいたピチッとシートがもうバッチリですよね。バッチリでした。はね、すごいんですよ。すごかった。いろんなお魚でもいいですし、はい、ちょっとこう買ってきたけど水っぽかったかなって思うような鶏肉とかも挟んでいただくと、もう地鶏のような、はい、高級鶏肉になりますので、はい、すごいですね。ぜひ皆さん、はあ、皆さんも手に入れば、はい、ピチッとシートでいろいろクッキングしてみてくださいね。はい、はい、あとですね、先生、甘夏みかんも使われたじゃないですか、生ハムの時に。でバーナーで焼いてたでしょ。今回私バーナーはゲットすることができなかったんですね。そうだったんですね。次回はぜひそちらも活用してみたいな。はい、ぜひぜひ作ってみてください、はい、バーナー1本あるとね、結構便利で、しめ鯖とかもバーって炙るとちょっと炙り鯖でね、香ばしくなります。はい、以前もね、トマトで合わせて、ね、そうですね、ドライトマトも美味しかったですからね、はい、いろいろ使えそうですね、はい、それではいきましょう。星川かな子先生のハッピーデリレシピ。この番組ではホームパーティー&持ち寄りにも OK、 毎日のお料理を少しリッチにもっとハッピーに、東紀州の食材である熊野灘産の新鮮な魚介類や海藻類、旬の野菜などを用いて作る星川先生流のデリ風レシピを教えていただくお料理番組です。それでは今回もお料理教室クッチーナミカ主催の星川かな子先生に教えていただきますよ、はい、前回に引き続きまして、夏はアジアン料理、今回は第2弾となります。はい、前回予告していただいた通り、地元の美味しい種まきごんべうどんを使って、そうですね、パッタイを作っていただく、はい、そうなんです、はい、パッタイってどんなお料理なんですか。はい、日本でいう焼きうどんとか焼きそばとかですね、はい、ただイメージはちょっとこう焼き飯のような味の焼きうどんって感じですね。本来は米粉で作った麺を使って作ります、はい、で日本の焼きそばとか焼きうどんは麺が長いので、こう、ずるずるっといただくんですけど、はい、米粉で作っているので割とプチプチプチって切れた感じの麺ですね、うん、はい、今日はそれを種まきごんべうどん、地元のね、はい、食材を使って作っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では食材をご紹介していきたいと思います、はい、まず種まきごんべうどんですね。で今日はうどんの具にイカと赤イカですね、エビをご用意してあります。もちろんお肉とかでも大丈夫なので、はい、でお塩と鶏ガラスープですね、でニンニク、カシューナッツ、卵に桜エビですね、でお砂糖とナンプラーとオイスターソースです。でサラダ油、炒めるときに使うサラダ油ですね、ともやしとニラです。お野菜はもうお好きなものを用意していただいて、玉ねぎとかネギとか入れていただいても大丈夫です。はい、彩りにちょっと人参加えてもいいですね。ではこれでまず最初にうどんを茹でて作っていきたいと思います。沸騰しているお湯にうどん入れてください。で、表示時間より1分ぐらいちょっと短く茹でますね。というのは野菜炒めてこっちで合わせた時に、うん、鶏ガラスープでちょっと煮ていくので1分ぐらい短めに茹で上げてください。では続いてお野菜合わせていきたいと思います。はい、それではうどんが茹で上がりましたので炒めていきたいと思います。はい、お願いします。はい、まずサラダ油を入れますね。量のちょっと半分ぐらいにしておきましょうね。はい、ちょっと入れてもよかったかな。でまずですね、最初に桜エビですね、炒めていきます。はい、もうこれはカリッとさせるために炒めるので桜エビによって、まあ時間は何でしょう、こう焦がしてしまわないようにちょっとこう香りが出てきたら OK っていう
そして後でまた合わせて炒めていきますので、はい、麺と一緒に。じゃちょっとこう色が変わって香ばしくなってきたの分かります？香りが出てきましたよね、はい、こうなったら一回取り出します。あ、いい香りがします ね、 いい香りしますね。この桜エビを炒めた油をそのまま使って卵、これ卵2個入ってます、溶いていただいて、はい、一つまみのお塩を入れています。これで一気に、いい音、いい音ですね。しっかり火を通すんです。はい、で卵をしっかり火を通していただいて、はい、まあ、ちょっと溶いたボウルに一回戻してください。サラダオイル入れて、ニンニク、ニンニクたっぷり入れちゃいます。今日はアジアンですから、うん、はい、で、まあ、いつもお伝えしているようにニンニクを入れてから火をつけてくださいね。はい、そしたらここにエビ、エビですね、うん、エビは背わたを取って、お塩と、片栗粉ですね、多めの片栗粉とお塩で背わたを取って殻ごとこう混ぜてちょっと汚れを取っています。はいはい、で今日は殻を剥いて使ってますので、殻を取って、背中の部分にちょっとこう切れ目を入れてます、うん、でこの時にちょっとこう残っている背わたとかがあったらちゃんと外してください。はい、はい、じゃあイカ入れます。でこの時点でまだお塩も何もしていないので、はい、でもやしとニラを入れます。フライパンの大きさに対して量が多かったないかもしれないダイナミックダイナミックに、はい、あでもこれだけで美味しそう、美味しそうですよね、うん、でまだもやしとかニラに火がちゃんと通ってないですね、全然しんなりしてないんですけど、はい、このままうどん入れます。はい、で一袋茹で上げた量ですね、一袋全部入れてちょっと混ぜにくいんですけど大丈夫かな、やってしまいましょう。はい、先生頑張って。頑張ります。そうしましたらここに調味料を混ぜていきましょう。まずですね、お砂糖ですね、大さじ1。はい、はい、ここにナンプラー、オイスターソースですね、鶏ガラスープです。はい、で最後に塩コショウで味を整えて、先ほどの桜エビと、卵、いり卵戻して混ぜて出来上がりです。はい、少しのお塩とですね、あと召し上がるときに一味唐辛子を振っていただくといいと思います、うん、アジアン料理は辛さがいいですよね、はい、そうなんですね。この時点でこれは全然辛くないので、うん、まあ、本当に辛いのお好きな方は1周目で作った、はい、ニンニクと唐辛子の、混ぜたのありますね、はいはい、を使って炒めていただいてもいいので、はい、じゃあここにですね桜エビを戻して、はい、いり卵を戻して、はい、あとは混ぜてよそって出来上がりです。はい、じゃあ先ほどね作ったうどん、はい、はい、器に盛って、今香菜を飾ってあります、コリアンダーの葉ですね。でここにカシューナッツを粗く砕いたものを、はい、一味をお好みでね振っていただいて、うん、これで種まきごんべいうどんのパッタイの出来上がりです。さあということで
種まきゴンベイでパッタイが出来上がりました。はい、とっても美味しそうですね。そうなんです。これがまあそれだけでももちろんすごく美味しい麺なんですけど、種まきゴンベイうどんだとは思えません。そうですね、またちょっとこう新しい感じでね、と新しいアレンジを教えていただきました。はい、今回使っている種まきゴンベイうどんは紀北町の有限会社森田さんの製品となっていますよ。はい、これが美味しいんですよ ね、 どんな風に変身しているのか楽しみです。はい、そして前回も登場しましたこの卵、こちらは紀北町の皆口養鶏さんのぶりっ子さくらちゃんとなっています。美味しいです。美味しいですよね。はい、色は綺麗です。はい、続いて魚介類として、はい、今回も先生に実際に長島ショッピーさんに足を運んでいただきましたね。はい、選んでいただいたのは赤イカとエビです。では試食タイプです。先生、私パッタイって初めて食べるかもしれないです。はい、そうなんですね。はい、はい、そうなんです。どんな味だろう。どんな味なんだろう。すっごくいい香りがするんですけどね。今日ねスタジオ中がアジアンな香りですよね。漂ってて美味しそうな感じで、はい、いただきます。種まきゴンベイうどんですよ。はい、種まきゴンベイうどんね、喉越しが良くて美味しいですよね。うん、いつもと全然違います。違います。これがうどんなんだっていう。はい、それでは種まきゴンベイでパッタイ4人分の材料です。種まきゴンベイうどん 180g、 エビ12尾、イカ、今回は赤イカ小さいサイズ6杯使いました。もやし1袋、ニラ1/2束、卵2個、ニンニク3片、桜エビ大さじ2、カシューナッツ大さじ2、一味唐辛子小さじ1/4、鶏ガラスープ 30cc、 サラダ油大さじ3、ナンプラー大さじ1、オイスターソース小さじ2、砂糖大さじ1お用意ください。それでは先生、今回のレシピのポイントを教えてください。はい、そうですね、大事なポイントは、はい、卵を入り卵にするときにちゃんと火を通すということですね。はい、これが半熟だと合わせた時に麺がねベタベタっていうかベチャベチャっていう感じに仕上がってしまうんですね。うん、ポイントはそこです。はい、はい、前回もそうだったんですけど、今回も炒めてしまえばすぐできるっていう、とっても簡単な料理ですよね。はい、もうね、ちゃっちゃっちゃでできてしまいますので、ぜひ作ってみてください。今日はエビとイカを合わせましたけれど、はい、お肉でももちろん大丈夫ですしね。はい、他のお魚、魚介類使っていただいて大丈夫なので、はい、アレンジもいろいろと楽しめそうですね。はい、はい、皆さんぜひ作ってみてください。はい、では先生、次回は夏はアジアン料理の第3弾となりますが、どんなお料理なんでしょうか。はい、次はですね、サバのエスニック蒸しで、レンジで蒸していただけるので、これもまたねささっとできるお料理です。はい、嬉しいですね。はい、ぜひ皆さん、はい、チェックしてくださいね。はい、先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。